自立神経専門家近くの部屋へようこそ今日は甲状腺のお話ですで甲状腺を病む人の傾向って書いてあるんですけども甲状腺をこう病む、まあ、病気としては橋本病とかバセドウ病とかで私も甲状腺に良性、まあ、ですけども甲状腺に腫瘍があります、まあ、出来物があるということで甲状腺を病んでる人なんですけどもそういう人の まあ傾向ちょっと性格的なこう傾向とかそういうものこういうふうなかん、まあ、考え方とかですかね考え方がこういうふうにだん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 偏っていると、まあ、全員が甲状腺を病むわけでもないし甲状腺を病んでいる方が全員そうだっていうわけではないですけれどももし当てはまっているのでしたら甲状腺大事になさってくださいねということで今日お話をします。まず甲状腺を病む人の傾向 はいまず一つ目としては頑張りすぎ頑張りすぎ頑張るのは全然悪いことではないんですけど自分のキャパを超えて頑張ってしまう頑張って頑張って頑張って疲れてしまう疲れていることにも気付かず頑張ってしまうっていう人ですね頑張頑張りすぎ頑張りすぎうーん でえー、と効率を求めがち早くしないとこの時間の中でよりたくさんのことを、うん、この時間内によりたくさんのことをしなければ効率を求める早く早くしたい物事を早く片付けたいでも効率がいいとかっていうのはもうすごい大好き <laughs> っていう方。 いいらっしゃいませんか <laughs> あとはもう完璧主義完、えー、あんあってるかな完璧主義完璧主義の方字がめっちゃ汚いですけどはいでうんと「やらねばならない」という「ねばならない」 ねねばならならい思考です、ね、やらねばならないしかも自分が自分がやらなくちゃいけない人に頼めない人にお願い事お願い事が苦手。 であとあとまだ、うん、これは性格ではないかもしれないやることが多いやること多いやることが多いバッと書いたんですけどもまあこれ全部当てはまらなくても全然、あのー、こう。 いいんですけど全部当てはまったら絶対甲状腺やむかったらそうでもないし全然当てはまってないけど甲状腺やってますっていう方もいるかもしれないのでこれは100%の話ではないですけども傾向として、まあ、甲状腺って甲状腺ホルモンっていうからこう頑張ろうっていう体の元気を作り出すっていうところなのでそこを働かせすぎるとやんでしまうっていう場合が多いので。 頑張りすぎ自分のキャパ以上に頑張りすぎあの人ができてるんだから私にもできるみたいなあの,あの人と私は違う人なのであの人ができるけども私ができないっていうことがあっても全然構わわないわけですよ私はもう当あのー、正社員で働くのが1日8時間労働っていうのがですね今思えばあの若い時は若さでなんとかなってたんですけど1日8時間労働ってきついなっていうふうに。 もう思っていますはい今はあ思っております、はい、で効率を求めるで早くもうこの時間内にもういくつものことをしたいもうで効率がこうよく作業が進んだらすごいなんかこういい気持ちになるみたいなもう少しでも早く時間時短とかね時短とか効率とかそういう言葉が大好きっていう方ですねあと完璧主義もうこうしなくちゃいけないとか もうここまでやらないとできたこここととにならならいとかででですねここまででき,できてなかったらこうもう一歩手前だったらもうできてないのも同じだぐらいな、うん、完璧主義の方とやらねばならないもうこうやらねばならないこれはやんなくちゃいけないんだしかも自分がということでもう頑張っちゃうそれ頑張っちゃってで人にお願いするのが苦手。で一人で人頑張っっちゃってもう やることがどんどん増えていく頑張り屋さんなのでねできちゃうんですよやったらできちゃうからどん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 やることが増えていく自分で増やしているっていうだけじゃなくて人からも頼まれやすいでどん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 やることが増えていくということでもうぐる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 どん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 こう負のスパイラルに陥っていくとどん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 頑張ってね楽にこれ 頑張って楽しようと思ってやっているはずなのにどん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 やることが増えてどん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 負担が増えてでも性格的にはどん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 いやこれもあれもちゃんと完璧にやらなくちゃって思って人にお願いができないからもうどん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 自分で自分にプレッシャーかけちゃうんですよ。自分で自分にプレッシャーをかけてどん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 こうもっと頑張んなきゃもっと頑張んなきゃっていうふうになっていってしまう。 そういういい。傾向がある方は、もっとお気を付けください私も一時期あの、甲状腺今はね甲状腺ホルモンの数値は落ち着いているんですよ一時期甲状腺ホルモンの数値もあれ変だねって言ってあの、ちょっと経過見たいからって言って行ったんですけどその時はすぐ落ち着いたんだけどあのままうん、ずっと頑張り続けていたらもしかしたら私も この甲状腺のまあ慢性甲状腺炎とかですねそういうことになっていた可能性もありますただうん炎症じゃなくんにしてもでき物はねありますのでやっぱりちょっとこう頑張りすぎなところはあったかなと頑張りすぎというかですねあのーまあ、その頃まあ私の例で言うとその頃調剤薬局に勤めていて。 で、調剤薬局も今そういうことはないかもしれないんですけどもそこのうん入ったばっかりの時の社長の考えがもう患者さんは病院でさんざん待たされてでそれで調剤薬局に来てるんだからもうなるべく早く正確にお薬を出してあげるっていうスピードもサービスのうちだっていうそういう考えの社長だったんですね。それれでもう効率をを求められる正確に早くお薬を 出すすっていうのが求められてたんですよただ今はだんだん変わってきてこうスピードだけではなくちゃんとこう正確に、あのー、正しくもう安全性優先で出すっていうところが増えてると思うんですけどもうかれこれ何年前ですかねもう何十年も前だったのでもうスピードもサービスのうちだって言ってもう少しでも早くしろっていうそういうのがまあ は最初にこう働き始めた時にこう植えつけられてしまいましてややらねばやらねねばばっってていいう風になっていた部分はありますもうね今の自分の性格から言うともうねなんかあの早くしてとか言われるのがもうすごく嫌ですね。うん早くしてとかあのー、うーん何だろうなあそれこそ食事も食べるの遅いんですよ。 食べるのが遅いから早く食べてとか,うーなんかこう早く支度してとか早くこれやってとかもう言われるのはすごくなんか嫌だなって思いますね今なんかその当時は言われたら早くしなきゃって思ってたんですけど今は もうちょっと待ってって、私のペースがあるからって思う感じになってきましたね。そういう風うに思うようになってきたから向上線、甲状腺をあのー、めっちゃ痛めずに済んだのかもしれないんですけども。私はここにすごく、このなんかこうピピッときますね。もう早くしてっていう言葉はすごく嫌いです <laughs>。まあ人それぞれだと思うんですけどね <laughs>。うん。 あとはななんだろうなやっぱりこ,こういう風うな考え方で生活してる人ねやることはね減らないですねやること増えてくのでもうもうマリーってなったら無理だけどやろうとするんじゃなくて無理ってなったらもう投げた方がいいですもうこれできないとかやりたくないっていうことは投げた方がいいはい <laughs> ちょっとだんだんあの身も蓋もない話になってきたのでちょっとここの辺で締めますけど甲状腺を病む人の傾向として やっぱり一生懸命頑張って、あのー、こうやらなくちゃと思ってこうやっちゃう人が多いです。で人にお願いするのが苦手っていうことで自分一人で頑張っちゃってあできるんだねってなってやることをどん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 こうあの頼まれたりとか増やしちゃったりとかしてやることが多くどんどん多くなっていくっていう傾向の方が多いので。これで ちょっと甲状腺痛めそうだって思う方はいつからでもこういうことを見直してあちょっと考え,考え直してみようって思うことってできるので。 うん、それはあのー、別にね、病院に行って検査しなきゃとか、そういうことはないですから、はい、こういう傾向があるよということで、ちょっとあの話をさせていただきました、はい。今日の動画いかがだったでしょうか、いいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。